こんにちは、すべらない転職 TV の末永です。普段転職エージェント会社の社長としてですね、多くの転職者の方の相談に乗ってますと、とりあえずベンチャー企業に入社したいということで相談に来られる方が多いんですけれども、ベンチャー企業というのを一括りで捉えてしまうと非常に危険だというふうに思っています。ですので今回のテーマとしては、ベンチャー企業に転職する際に注意すべきポイントというのをお話していきたいと思います。ポイントは3つあります。1つ目はベンチャー企業の定義を正しく見極めようということです。ベンチャー企業といってもですね、メガベンチャーなのかベンチャー企業なのか、場合によっては中小企業なのか、それを曖昧に一括りとして捉えてしまうと、転職者の人がベンチャーに期待するようなことのリターンというのがミスマッチしてしまう可能性があるので、しっかりと見極めた方がいいと思います。例えばですが、ここで言うベンチャー企業と中小企業の違いなんですが、簡単に言うとベンチャー企業というのは毎年 120%140% くらいの成長率でですね、どんどん会社を成長スケールさせていくというようなスタンスの会社だと思ってます。一方で中小企業というのは、まあどちらかというと会社の成長というのは正直そんなに目指していなくて、同じ規模でずっと継続維持していこうというようなスタンスの会社かなというふうに思っています。ベンチャー企業に入ってスピーディーに成長したいという思いを持って、もし中小企業に入ってしまうとですね、2年3年経ってもですね、新しいチャレンジとか経験が身につかないじゃないかとミスマッチしてしまうリスクがあるので気をつけましょう。2点目としては、ベンチャーに行く自分の目的というのを明確にしましょうということです。例えば大手企業にいる方とかで多いんですけど、ベンチャーに行けば裁量権が得られる、若くして成長できるっていう期待を持って飛び込む方っていらっしゃるんですが、ベンチャーだからといって何でもできるわけではないです。むしろ目の前の売り上げっていうのをより需要度が高まるので、すぐに新規事業ができるわけではなくて、既存の事業の中でちゃんと売り上げをちゃんと立てようというところにコミットしている場合も多いです。ですので大手にいようとですね、ベンチャーにいようと、裁量というのは自分が主体的に行動して掴み取るものだというふうな考えがあると思っていまして、そこをですねミスリードしてしまうとミスマッチしてしまいます。なので環境に過度に期待はせずですね、自分なりのリターン目的っていうのは何なのかっていうのを具体化しておくといいと思います。例えばその会社のミッションビジョンにすごく共感するであったりとか、あとは将来起業したいのでその疑似体験として小さな会社が成長する過程を見てみたい、体感したいっていうのがあったりするのかなというふうに思うので、まあ、そういったところでベンチャーを見てみるといいのかなというふうには思っています。3点目として、ベンチャー企業は社長が全てなので、社長のキャラクターを把握しましょうというのがあります。まあ、大手企業と比べて、まあ、小さい規模の会社が多いので、本当にベンチャー企業は社長次第で変わると思っています。なのでその社長と合うか合わないかっていうのをしっかりと見極めるようにしましょう。具体的にどうやって社長が会うかどうかを見極めるかっていう方法なんですけれども、まあ、できれば選考の過程で直接会うのが一番いいですよね。でそこでいろんなような対話をすることで、自分と社長の考えがフィットするのかどうか、ここにもし違和感を感じるようだったら、そのベンチャー企業は選ばない方がいいと思います。その他の方法としては、まあ、社長のインタビュー記事とかですね、ホームページの、社長のメッセージみたいな文面があると思うので、そこをしっかり読み込んでみたりですとか、あとは社長の経歴ですね、どんな過去バックボーンがある方なのかっていうのを略歴やプロフィールを見てみることによって、なんとなくこんな人なんじゃないかなっていうのは見えてくることがあると思うので、そういう部分を見てみてもいいかもしれません。あとはですね、選考の過程で実際に一緒に働いている社員の方にですね、社長ってどんな人とかっていうのを突っ込んで質問してみるのも一つの手かもしれませんね。おさらいすると、ベンチャー企業の定義を明確にして見極めよう。自分のベンチャー企業に行くための目的というのを明確にしよう。社長が全てなので、社長をしっかりと見極めよう。この3つが、重要なポイントになっています。また、今回のようにベンチャー企業の見極め方ですとか、まあ、その他の転職ノウハウを知りたい方はですね、こちらの YouTube の概要欄に、滑らない転職というメディアのですね、URL を貼っておくので、実際にいろんなノウハウを読んでみていただけると参考になるのかなというふうに思ってます。他にもベンチャーの転職についてわからないことですとか、まあ、こういった意見もあるよみたいな方がいらっしゃいましたら、こちらのコメント欄にぜひぜひコメントいただけたらなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。